いや、誠にかたじけない。槍には自信があったが、毛量の類とは戦ったことがござらぬゆえ、遅れを取り申した。長く続く戦乱がゆえ、国元では民草は窮し、怪異が溢れておる。間もなく石田徳川の間で天下を二分する戦が起きるであろう。民のため、この戦を天下太平への戦、最後の戦とせねばなるまい。